はい、ということで、ホーチミンと今日は、音声がつながっております。ご紹介いたします。幸子さんでございます。どうもこんにちは。お久しぶりです。いや、ありがとうございます。3年ぶりですね、こうやってお話しするの。そうですね。うん。早いですね。そう、早いっていうかね、そうだね。2017年の3月に、はい、私、ホーチミン伺って、はい、で、幸子さんにいろいろお世話になりながら、居酒屋さんで落語会したでしょ。はい、そうですね。それから、あと、大学でもやりましたね。そうですね。はい。うん。いや、あの時のことはいろいろ思い出もありますが、はい、それを喋ってるとそれだけで今日終わってしまうので、そうですね。それはそれとしてまた何かの機会でってことにしましてね。はい、今日は、ホーチミンはどうですか？今日は、お天気は。ですね、今とても暑いです。もう暑いんだ。はい。多分、ここ1週間ぐらいで、雨季に入りつつあるところで、雨もちょっと降り出してはいるんですけども、そうですか。まだ入りきってないので、この3日ぐらい、寝れないぐらい暑いです。あ、そう。端境なんだ、今ね。端境です。一番嫌な時ですね。体がついていかないもんね。ついていかないですね。もう昨日床で寝ました、私。床のこう冷たさを感じる。そう。もう暑くって。そうですか。あれですもんね、雨季にちゃんと入っちゃうと、なんか午後の3時ぐらいですか、あれ、なんか1時間ぐらいブワーって雨降ったりとかするじゃないですか。はい。あれで全くこう。もうね、ちょっと涼しくもなるし、でも視界も見えないしっていうね、状態になるんですけども、なんかいっぺん街の機能がポーズするっていうかね。あ、そうですね。はい。あの感じがね、僕はね、日本にはない感覚で、好きって言ったら怒れちゃうかもしれないけど、いやいや、たまに行くものとしてはなんかね、面白いなと思うんですよね。いや、でも本当、でもちょっとここ 1,2 年は異常気象、やっぱり干ばつだったりとかすごくあるんで、昔ほど本当に毎日昼にスコールってわけじゃないんですよね。やっぱり変わってきてるんですよね。で、やっぱ毎年、去年も今年もその国とかの発表でも異常気象で例年より暑いっていうのは言われているので、ちょっとこう都市部だからかもしれないですね。開発も進んでるので、やっぱその土もなくなっていってるっていうのがあったりとか、やっぱ皆さん、ベトナム人はみんなエアコン使うようになってるので、やっぱこう室外機のね、熱とかも出ちゃうんで、そうだよね。もともと暑いって言われてた国がなおさら暑いっていうと、それ聞いてるだけで暑くなってきそうですね。はい。東京はね、今日は25度ぐらいまで、なんか上がるって、だからいわゆる春でボカーンといく感じ。ちょっとこのとこ寒かったんですけど、だから外はもう大変。もう桜も終わっちゃいましたもんね。終わっちゃいましたね。いや、なんか桜、そういえば桜だったなっていう感じで、今こちらでも暮らしてますけれども。幸子さんは、ホーチミンで、お仕事されてますが、どんなお仕事をされてるか、ちょっと皆さんにご紹介いただけます？はい。ハンドメイドの、一点物に近い帽子を中心とした、服飾雑貨的なものを作って、日本のウェブショップなんかで販売してます。はい。向こうでお目にかかった時も、いつも大体帽子を被ってらっしゃって。はいなかなか可愛らしいっていうか、あまり日本では見かけない感じっていうのかな。まあ女性があんまり普段こっちでは帽子をかぶるって方が多くないかもしれないけど、でもなんかちょっと素敵な帽子をあれ一個ずつ作るって感じなんでしょ。大量生産じゃなくて。はい。一時期ちょっと日本の百貨店さん向けとかに、でも大量っても10点とかなんですけど、そういうのはやってましたけど、基本的には、一個一個生地を選んで、アレンジをしてっていう感じでやってますね。はい。なんか若い子ってね、ベトナムにこう昔、まあ今もそうだけど旅行に結構行くとね、はい、すごくベトナムっぽい雑貨とか、はいはい、そういうものをいっぱい買い込んで帰ってくるっていう感じのイメージがあるじゃないですか。はい、でもなんかこう幸子さんそれホーチミンでそれやってて、なんかそういう日本から行った子とかがね、はい、まあ日本人がデザインした帽子ですけど、はい、なんとなくこう向こうにもマッチするこう。なんていう雰囲気あるじゃないですか。ありがとうございます。今でこそ本当に日本人で私はちょっとそのベトナムの、手仕事をする方にお願いしてる形なんですけども、もともとこちらで始めたのが2000年なんですね。だってその当時はアトリエに、まあ、ベトナム人のスタッフさんが20、30人いたりとかっていう状態で始めてるので、なんてうまくミックスできたところがあるんじゃないかなと思います。やっぱりその日本人の思い通りにはいかないところもあって、はい。うん。でもなんかその日本人がデザインするベトナム風って言ったらちょっと違うかもしれないけど、ベトナムで買える何かこう服飾品っていうそういうなイメージっていうのは、ありがとうございます、多分そういう感じでやっぱりそのベトナムもフランス領だったので、なんかそういうテイストっていう可愛らしいものをベトナム人の方も好きなので、なんかそういうところでちょっとマッチして日本人にない組み合わせの感覚とかそういうのも逆に私たちももらって今に至るっていうところがあるので。なるほど。今ちょろっと伺ってその20年ぐらい前からじゃあスタートしたってことですけど、幸子さんはあれですか、ホーチミンに渡ったのもその頃なんですか、もっと前から。私は住み始めたのは2011年ですね、だからちょうど10年ぐらい。じゃあこっちから向こうと仕事してたんだ最初は。そうですね、私はどっちかその2000年当時はちょっとニューヨークにもお店やってたので、私はちょっとそちらの方をメインで管理をしてて、でたまにこちらでベトナム料理も日本でもやってたので、たまにその1年に1回か2回出張で来るような感じで行ったり来たりしてたんですね。はい。幸子さんの日本でのホームグラウンドっていうのは下北でしたよね、確かに。そうですね、はい、お店もその辺でやってたの？そうですね、以前は下北沢でうちの雑貨帽子とかを扱ってるお店とかもやってました、今もうやめちゃってますけども、はい。やっぱりせっかくベトナムとつないでこうやって話してて、やっぱり興味今あるのは、今もう全世界ですけど、コロナウイルスのことで、なんか私が日本からこう今ベトナムのことを見てるとね、なんかすごくうまくいってるっていうか、なんていうのかな、抑え込めてるっていう印象があるんですけど、どんな感じなんですか？そうですね、私もちょっともちろん専門家じゃないのであれですけども、一番最初にやっぱり1月の20日頃に武漢からいらした方の親子さんで、ちょっとその陽性の方が最初に出たんですね。でそこからもうすぐに武漢便を止めたり、その後も中国便すぐ止めて、あとちょうど、旧正月で中国に帰ってて戻ってきた労働者の方とかを一時的に隔離すぐしたんですね。でその後に早かったですよね。早いです、はい。だからもう中国はすぐ止め、国境も止め、それから今度韓国でもちょっとパンデミックっていうか、なったテグでしたか、でテグのやつもすぐに止め、韓国も止め、ただここがベトナムでサムスンの方だけチャーター便で入れてるんですよね。そうじゃないと立ち行かないっていう。そうなんです、そうなんです。だからもう直接サムスンの工場の近くに1回隔離して、同じ施設の中で他の社員さんと接触しないようにっていうことで、そこはやってましたけども、そうこうしてるうちに1回もう、17名で1回ゼロになったんですよ。2月の10何日ですかね、20日前ぐらいに。でこれでもう終わったねってちょっとみんな安心していたら、やっぱりそこからヨーロッパのとかアメリカの方で感染が広がってしまって、そちらに行ってる、例えば留学生だったりとか、はい、その社会人の方でお金持ちの方で周遊してたりとか、そういうベトナム人の方がやっぱり危険っていうので一斉に帰ってこられたんですね。でそこからその第2波っていうのが来て、3月の7日でしたかね、3月確か6日か7日の便で帰ってきたところでまず集団感染が、要するに1人感染者がいたので、そこに乗ってたビジネスに乗ってた方がほぼほぼ、皆さん移ってしまって、っていうのがあって、その後どうだったのかな、ちょっとそういうのがハノイを中心にまずあったんですね。でそこからその政府は、もう10日ぐらい経った後に、遡って3月7日以降に入国した人を全部探したんですよ。だから日本人の方、そうですそうです、だから日本人の方でも、確か3月の十何日ギリギリにそのビザの停止になるギリギリの時に旅行でいらした方がもうホテルで隔離されてました。で14日間もうビザのなし、ビザなしのなんて言うんでしたっけ、優遇される、ビザなしのいわゆる観光の方ね、14日間を超える超えないのギリギリのところが全部要するに隔離、ホテル隔離でどこにも行けない状態で来たけどずっとホテル、そうです。でしかも帰る便がもうないんで全部キャンセルになっちゃって、3月の17ぐらいで、ビザの発行が全部停止されて外国人の入国を全部拒否になったんですね、そうするともう飛行機が全部キャンセルになっちゃって、まずもちろんこれなし帰れないで帰るにはベトナムエアライン、国営の、ベトナムエアラインはもう、今5月の末まで全便運休なんですね。なので全くでやっぱり旅行者の方、若い方とかは LCC でいらっしゃるじゃないですか、レトジェットとかそういうのはもちろんないんですね。だから結局帰るのにも、ANA とか JAL の片道便取らなきゃいけないんで、要するに来るのは往復で 3,4 万のチケットで来たはずなのに帰るだけで20万円とかそれも減便になってるので、数日にね 1本ぐらいしか飛んでないのでやっと取れるみたいな感じで、もう3月の末頃はそういうんでちょっと皆さんパニックじゃないですけど、全くこう自由を奪われるっていうかね、そうですね、半ばね、帰る日程も決められない、もう行けるもので行くしかないっていうことですもんね。でまた帰ってで今こうやってお話聞いてるとね、やっぱり大変だなっていう感じになるじゃない、だけど数字的にねベトナムのものを見るとね、ベトナムって感染者数発表されてるのって300人に満たない数ですよね、今ね。そうですね、今の段階で270名、ですよね、それで亡くなった方はゼロなんですよね。ゼロですね、昨日日本はやっぱり同じぐらいの数の感染者が1日で、発表されてるんですよ、だから同じような話してても数値が全然違うよねっていうそうですね、だからやっぱりちょっと水際対策っていうのがやっぱベトナムは SARS の経験もあるので、SARS 鳥インフルエンザで結構打撃を受けているので十数年前ですか、やっぱこういうのがあった時に、あと医療体制が日本とか欧米諸国に比べてやっぱりそこまでじゃないし、もし田舎とかに広まっちゃうともう手がつけられないじゃないですか、病院とかもね。そうですそうです、だからそういう意味では水際対策もちょっと強引かもしれないけど、いや乱暴ってば乱暴だよね。だからこれがちょっとなかなか日本にはねできないところなんだとは思いますし、ただいると安心です、はっきり言っちゃうと。今ねこんだけしっかりやってるっていうで、みんながなぜここまでその社会主義だからっていうだけじゃなくてっていうのもあるのかもしれないですけど、やっぱこうなんていうか政府を怖がってるところも確かにあるんですね。なぜかというと、一回その、隔離施設から逃げた人がいたんですよ。そうするとね、フェイスブックにもう顔写真付きの ID とかが実名で公開されてみんなで追うんですねあそういうことはするのでなんかその昔の日本の5人組じゃないですけど監視社会では確かにあるんですよ。だからそれがいい方に行けばで例えば中国なんかでもねその見つけたら武漢の人見つけたらなんか袋叩きみたいなのあります。そういうのはあんまりベトナムでは聞かないですけども確かにそういう追跡とかはちょっと日本では考えられないことがあるので多分そういう抑止力みたいのもあって実際にはロックダウンはしてないんですねベトナムは。あうん、そのロックダウンではない何かこう外出しちゃいけないっていうのがあったわけでしょ、はい、そうですね3月のそれも20日、14日ぐらいから例えばマッサージ、カラオケバー濃厚接触をするようなものはちょっと営業停止、それからその数日後にレストランでも30席以上の、大きなところは営業停止してくださいとっていうのがあって段階があって最終的に4月の1日から15日までは、まあ、タクシーとか含めて結構その、まあ、場所にもよるんですね。ホーチミンとハノイでも対応が違うんですけれども、一応タクシーとかも停止してくださいと、グラブとかも全部ですか？そうですそうです。グラブホーチミンはバイクだけ動いてたんですね。絶対濃厚接触だと思うんですけど、ね、バイクのがね、はい、抱きついちゃうからね後ろからね。そうでもなぜかバイクは風が換気がいいからあそうかオープンエアだからいいって、はい、面白いね。わかんないんですけど、ハノイもダメで、あと大きい都市で中部のダナンってあるんですけども、そこも禁止だったんですね、でホーチミンは一番多分緩くってまあ、デリバリーもできましたし、ダナンはデリバリーも禁止だったりとか、なんかその地域によってやっぱ対応が違うんですけども、一応その4月1日から15日までっていうのがそういう、まあ、ソフトロックダウンってみんな呼んでますけども、一応外出も避けてくださいで、出た時は2人以上で喋ったりしないでくださいとか1メーター開けてくださいとかっていう感じではあるんですけども、別に許可証が必要なわけでもなく出れないわけではない。ただまあ街は静かでした。幸子さんはその間、やっぱりほとんどもう家にいた。実は私3月の25日から、自分のアパートがロックダウンしたんですね。アパートがロックダウン。はい。それはなぜかというと、その3月7日以降にバーってちょっとその再度陽性第2波が来た時に、ホーチミンは2区にあるまあ、外国人が欧米の方が多いバーで、集団感染があったんですよ。そこで、まあ、最終的に18名陽性の方が出たんですけども、その中の1人がうちのアパートにいたんですよ。でここがなるほどねアパートごとっていうそうですそうです、そこがまたちょっとベトナムの水際対策と一緒ですごいのが、まず陽性者が出なくても疑いの人がいたらまずロックダウンしちゃうんですよ。でうちのアパートはそんな激しくなかったですけど聞いたところではスプリンクラーから廊下に消毒液撒いたりとか、すごいね夜中にわーって撒かれたとかっていう方もいらっしゃったりとか、でも要するにそのロックダウンしてもその方が陽性じゃないとすぐ解除されたりとか 2,3 日で解除されたりする場合もあるんですけども、一応なんかそれもね多分どんどん変わってるんですね。ロックダウンされ始めた時もあそこがなったここがなったこのフロアがなったってみんな大騒ぎになったんですよ3月その14、15日で、そっからあと私もねちょっと心配だからいろいろ調べたりしていったらやっぱりロックダウンされてますって方もツイッターとかで見かけたんでこう動向を見ていたんですけども、多分3月の多分17、18、19ぐらいから後にロックダウンになったとこは全部14日間なんですね。要するにもう1日2日で OK だから解除っていうのがなくなって、まあ、ともかくロックダウンしておきましょう、アパートがロックダウンってのはどういうこと？その住んでる人がもう監視下に置かれちゃうってこと？そうですそうです。だから私はたまたまその25日の夜にいつも外にタバコを吸ってるので、こうちょっと外にアパートの外にコーヒーでも買いに行こうと思って出ようとしたらこうテープ貼ってあるんですよ、入り口に。で、あ、出ちゃダメって言われて、もう外からダメって言われちゃう。ダメって言われるんですよ、アパート。はい。それで隣のアパートの人は出たり入ったりしてるけど、そうですそうです。この自分が住んでるとこは知らないうちに、こうテープ外から貼られちゃうんだ。はい。すごいね、それは。で、多分なんですけど、私住んでるとこすごいローカルアパートなんですね。もちろん外人の方も何人かいらっしゃいますけども、基本的にはベトナム人のファミリーが住んでるようなローカルのアパートなんで、あんまりそのなんていうの、アパートからの通知とかが来ないんです。で、他の方見ていると、外人向けのとこだと、やっぱりその、アパートメントの管理事務所からメールとかでこういうことがありましたみたいなメッセージとか。きめ細やかに。うち何にもなかったんで、ともかく、あ、でもこのテープ貼られてるってことはダメなのねと。で、しょうがなくて朝起きて、まあ、一応ちょっと様子見に下に行ったら、もう出るな出るなって。で、もう外に、要するに公安、警察が来て、ガードしてて、で、いわゆるよく見かける、こう、防護服の方がうじゃうじゃいて、で、ともかく部屋に帰れって言われても部屋で待ってたら、今度はだんだんって来て、下に降りて、なんか書いてって言われたから、その、名前とかね、パスポート番号とかと思って、一応パスポート持って降りてったら、もうすぐ PCR 検査でした。あ、もうやったんだ。はい。ああ、そうですか。じゃあ、もうなんか、なんていうの、こっちに事前にこう予告して何かやるっていうよりは、とにかくもうなんか向こうからじゃんじゃん来ちゃうわけね。ダメとか、なんかそうそうそう、なんかもういちいち言ってる時間が多分ないんでしょうね。だからそういうのもまあありえるなと思ってたんで、まあいろいろ準備はね、パスポートの準備とか常にしてたんで、なんかそんなにまあ住んでるのも長いんで、あんまり慌てないっていうのもあるんですけど、もうあんまり説明もなく、はい来てで、はい座って、じゃあなんか多分なんか英語で一応言ってくれたんですけど、もう向こうもイライラしてるからなんか聞き取れなくって、おそらく咳はありますかとか熱はありますかって問診をしてたんです。何言われて、えって言ったらもうなんか全部なしなしなしって書かれてそこはね、すごいベトナムっぽいね。そうで、も署名がなかったんですよ。だから署名しちゃうとなんか虚偽があった時に逆に怖いんで、あれですけど、署名なかったんで、あ、大丈夫かなと思って、はい、奥行ってって言われて、はい、口開けてみたいな感じで。PCR 検査ってやったことある人、日本はほらあんまりないから、今だいぶ増えてきましたけどね、やっぱり綿棒みたいなのを突っ込まれるわけ。突っ込まれますね。あれ、喉はね、意外と、まあ私は平気でしたけど、鼻は結構奥まで入れると痛いんで、多分子供はかわいそう。ああ、そりゃそうだよね。なんだか分かんないことされるんだもんね。でも結構多分この上の方までグッと入れられるんで、なんか本当に脳みそつつかれるんじゃないかっていうぐらいの印象なので、多分お子さんはかわいそうだなと思いました、あれは。で、それはしばらく経って陰性だよっていう知らせが来たりする。来ないんですよ。何それ、やるだけやってやるだけやって、だから来ないってことは、要するに陽性だったら隔離すぐされるんで、ああそうだよね、まあ陰性なんだろうねってことなんですけど、無事だったら何も連絡来ないわけ。そうですそうです、だからしかも解除される時も、私もほらベトナム語達者ではもちろんないので、いつも下に降りてデリバリーとかを受け取りに行くたんびにガードマンの方にこうベトナム語を翻訳で、いつ出られるってこうやって画面見てもらって、はい、言ってて、いや木曜日みたいに言われてたの、なんか水曜日いつの間にか解除されてたんですよ。ああ、らしいね。はい。だからなんかそういう時々ね、そういう話を聞くとすごくほっこりっていうか、ほっこりじゃないんだけど、日本ってやっぱもうちょっときちきちってやってってね、それこそ検査したら検査結果もちゃんと知らせるとか、そういう風な頭になっちゃうんですよ、日本人的なね。当たり前じゃんそんなのと思うけど、やっぱり僕らが考える当たり前がベトナムでは当たり前じゃないところのズレがね、ちょっと面白いんですよ、僕にとっては。前ね、3年前行った時に夜中ね、幸子さんと歩いてて、なんか違法の看板の取り締まりをやってるみたいな話があってね、それでなんか夜中にいきなりなんかブルドーザーみたいなの来て、銀行の看板壊して帰っちゃうみたいなね。なんかそういう銀行だよっていうね僕らから見ればね、それこそ、まあ、違法なのは違法なのはまずいけど、なんか事前にこうなんとかしろとか言ってじゃなくていきなりブルドーザーでガーって平らにしてっちゃうみたいなのがねすごい面白いなと思ったんですよね。そうですね。でしかもあれも、あれ3年前じゃないですか、あんだけ言ってたけど、今別に全然普通ですよ、またまた戻っちゃう、ね、はいそれいいね。なんかはい、なんか電車が通る時だけみんな屋台がヒューって敷いて、はい、なんか通ったらまた出るみたいなのが近いよね。そうですか。いやでもそうやって面白い、こっちから見てて面白いこともあるけど、でもなんかやっぱりしっかり締めてるところは締めてるなっていう感じましてね。そうですね、はい、だから安心、で実際そのまあソフトなロックダウンの最中、はい、アパートがこう出られない時の不自由って結構あったでしょう。ですね、私自身がアパートロックダウンされたのが、まあ、25日ぐらいからなんで、7日までだったんですね。で、国のソフトロックダウン、まあ、社会的分離という訳し方をしてましたけども、それが4月1日こうダブルになってて、私の場合ちょうどダブルになってて、アパートのロックダウン終わってから1週間また自由に出れないって感じだったんですけども、まずアパートのロックダウンになった時って、まあ、もうちょっと万が一を考えて食品とか備蓄はしてたんですね、まずね。でただお水がちょっと足りなかったんですけど、お水もボトルで買うのでベトナムだと飲料水、でもそれは 2,3 日後かな、インスタントラーメンとかお水とか差し入れがあるんですね。あ、そう、当局からその当局じゃないみたいです。最初当局だと思ったんですけど、多分アパートの管理局から、だからそのアパートによって内容が全然違って、うちなぜか最初お菓子が配られてなんかレーズンとチートスが来たんですよこれでなんか一杯やってくれみたいなそんな感じですね。でしかも出れないのになぜかマスクもいただいてそうなんです、はい、でそれでいやこれあんまりお腹の出しにならないなと思ったら、2日後ぐらいに今度お水がペットボトル多分24本入りとかのワンボックス来たんですね、であお水助かったと思ったら次にインスタントラーメンも1箱来ました。まあとりあえずはね、それは安心ですよね。だからなんかそういうのがあって、あとちょっとそのアパートのロックダウンの中で言うと、感染された方、陽性の方が出たフロアは本当に部屋から一歩も出ちゃいけないんですね。ちょっとその全くね、ちょっと買いに行くのもダメ、ね、だから、私なんかは、まあ、ちょっと気分転換も兼ねて1日に1回ちょっと割高だけども、デリバリーでランチ食べたりとか、下まで取りに行ってちょっと外の空気をこう入り口のこうバリケードの中からですけどちょっと外の空気を吸ってあれできたんですけど、本当に同じフロアの方とかはその。管理事務所の方が来た荷物も全部そこのお部屋まで届けてましたね。そうなんだ。そんなに不自由はないんですけども、やっぱそのバリゲートの外に公安がいるんですよ。すごいよね、そのね、だって数はさ、だって幸子さんとこだけがそうなったわけじゃないわけじゃないですか。そうですね、その時期多分ね10棟以上はなってます、アパート大きいところが。でそこに全部公安が暇そうになんかタバコ吸いながら、なんかべちゃべちゃしてるんですよ。でも一応公安なんで、なんかそのいるからね、精神的プレッシャーなんかこうそこまでちょっとあと 2,3 歩出れたらいいのになっていうところに出れない、その精神的プレッシャーはちょっとあって、で逆にそのアパートのロックダウンが解けた後っていうのはその勝手に出ちゃいけませんよとはなってますけども、一応そのお買い物とか出れるわけなので、で私自分でバイク運転するので出かけられるじゃないですか、だからちょっとその遠くの日本人街のファミリーマートとかに買い出し行ったりとか、なんかそれだけですっごい自由を感じましたね。そうだよね、ちょっと出られるだけでね、買い物だけですごいなんかちょっと自由だなと思って、だからそれが今回その15日までだったのが1週間一応ちょっとソフトに延期になって22日までになったんですけども、その辺からみんなちょっと緩み出して周りのお店もちょっとまだ完全に OK じゃないけど始めたりしてはいたんですね。でこの23日を超えて一番大きかったのがやっぱりタクシーとそのグラブカーが走り出したんですよ。でこれがやっぱり私も外国人なんだなと思ったところで、いつもだったらタクシーってもういろんなとこ止まっててすごい邪魔くさくてイラってするんですけど、なんかタクシーがいてタクシーに乗れるって安心感、それがここ 2,3 日でタクシー今まですごい嫌いだったけどなんかタクシーいると安心っていうまあ日常が少し戻った感じがするってことですよね。そうですね。だからそれがこう目に見えては一番大きい変化、街の中でいうと、あとはレストランが、一応その再開もされてるところもあるみたいなんですけど、一応その後から後出していろいろ来るので、ホーチミン市はそのなんか10項目なんかその、1人帰ったら必ずテーブルと椅子を消毒しますとか、なんかいろんな規定を今回のコロナに対して出していて、それを、確かな 70% くらいクリアしてないと一旦営業をやめてくださいみたいな通知が一応公的には回ってるんですね。だからその慎重なお店は整えてからやりましょう、その1メートル離すとかテーブルの配置変えるとか、なんか慎重なお店はやっぱりちょっとまだすぐには再開してないみたいで、このね明日以降週が明けていくとだいぶ戻ってくるのかなとは思いますけど、屋台とかじゃあまだできない感じなんですか？屋台の方がやってますね屋台はやるんだねはい、いやだって屋台は僕は好きだからさ、やっぱり行くのさ、どうなってるのかな。わかんないです。本当に中心地はやってないかもしれないです。やっぱりその目があるので、で私住んでるとかちょっとローカルなんで今住んでるところが、うちの周りで意外とぼちぼちはやってます。あとデリバリーは OK なんで、持ち帰りとデリバリーは OK なんで、そのソフトロックダウン中も店頭だけやってるとこはたくさんあったので。なんか日本食の方がすごい大変ですね。日本食のお店って基本的にほとんどデリバリーあんまりやられてないところが多かったので、でも来ないじゃないですか、お客さん来れないじゃないですか、で潰れちゃうじゃないですか、だからもうみんな急いでデリバリーを始めたんで、てんやわんや大変でしたね。日本もね今街はねウーバーイーツっていう自転車とかで、あれがすごく目につくようになって、実際ね持ち帰りとかデリバリー増えてるんでね、夜今8時までかな、やっていいの、東京はね。お酒はそこまでしか出しちゃいけないってなれば、夜やってる店はもうそれで閉めるしかないからね、そんな感じでやってるけど、やっぱりなんとなくこう少しずつこうギューってこう強めていく感じで、そのベトナムみたいにガツンっていった後少しずつ緩めていくみたいなのとちょっと逆なんですよね。そうですね、だからなんとなくダラダラしてて、今5月6日まで緊急事態宣言って言ってるけど、今朝のニュースではもうそれは延長じゃないかっていう風になっちゃってるので、なかなか減らないですもんね。全然減らないんでね。だからそのベトナムの話聞いてるともうなんかちょっと別に油断しろってわけじゃないけど、なんかこうトンネルの先に光が見えててもうそこへ向かっていってる感じがねするんですよね。そうですね、確かにまだこれからも増えるのは確かなんですけども、基本的に隔離施設に入っていただくことが条件なので、一応その街中にはそこからは直接すぐには感染しない。でベトナムでも、2人の方がその再陽性っていうんですか、1回陰性になったけども、後日陽性になって、20何日間経ってから陽性になってる方っていうのが出たっていうので、いろいろ言われているその14日じゃなくて20日間とかなんとかっていう話があるんで、実際にその帰ってきた方とかまたどっかからね市中感染していくのがゼロとは言い切れないんですけども。なかなかねこれはゼロとかおしまいってわけいかないからね。そうですね、それはどこの国でも同じだと思うんだけど、やっぱりベトナムって比較的北の方が多かったんですよね。そうですね、全然多いですね。サイゴンはさ、うん、そんなになんていうの、いっぱい人がいる割には。そうですね、サイゴンは多分50、50何人ですね、確か。あんだけ人がいてね、そうですね、ぐっちゃぐちゃにいて、はい、うん、だいたいほら濃厚接触って言い方するけど、うんうん、はい、あんな濃厚な街ないじゃないですか、うん、仲良しだからね、ただ普通に生きてても近い、はい、近いなって思うもんね、はい、行ってお近いと思っちゃうもんね、うんうん、だからいっぺんなんかわって行ったら大変じゃねえかって思ってたんですけど、はい、実際こうやって見てみると、うん、もうなんか多少こう峠を抜けつつあるっていうか。そうですね、やっぱりなんか、うん、例えば欧米みたいにハグしたりキスしたりはしないですけど、結構手つないだりするんですよ、ベトナム人って、だから、ね、はい、うん、濃厚接触はみんなしてるはずなんですけども、おそらくですけど、まず人口のその比率的に若い人が多いじゃないですか、だからその無症状だったりとか軽症でわからない若い子たちっていうのが一つあるかなっていうのがありますね。あと、本当にその国から一斉メール来るんですけど、60歳以上は家から出さないでっていうのが来るんですね。要するにお年寄りは結構敬う国なので、もうその60歳以上の人が家から出ないで、その代わり周りの人がサポートしてねみたいな感じがあるので、まあ、年配の方があんまり外に出ていないし、人数も少ないっていうのが一つちょっとあるのかなっていうのは感じてますね。広く見るとそういうこともあるね。だって平均年齢20代だもんね。20代後半ぐらいですよね。そうだよね。日本って45とか6とかなんですよ、確か。そうするとそれだけ見ても、まあ集団免疫獲得しちゃう速さとかもそうですよね。ベトナムの方が早いだろうしね。だから全員がかかってないっていうのはちょっとさすがにありえないっていうとあれですけど、この数字はね、正確っていうわけじゃないだろうけど、はい、でも全員検査するわけでもないし、かといってこれで、ね、死亡者がバンバン出てしまえばまた変わるのかもしれないですけども、今のところね、ちょっと一人多分そのサイゴンで、その最初の感染者になっちゃったイギリス人のパイロットの方がいるんですけど、その方がちょっとずっとその ICU に入ってらっしゃるみたいだけど、一応こう、回復の方向に今向かってるってことなんで、だからそういうのはちょっとね、同じ例えば人口の数とかも1億人近いですし、なんかこう日本と近い感じもありますけど、やっぱ年齢が違うのは結構あるのかなっていうのはね、思いますけどね。幸子さん、はい、猫好きでしょ、はい、猫さっきからこのカメラの前を何度も横切る絵が見えてますけど、はい、猫は、まあ、出たり入ったり普通にするんですか？もううちは完全に家猫で、家猫なんだ、部屋の中で飼ってるんで、でもそれは心配でした。私がかかると、犬猫もかかるって言われてるじゃないですか。で、まず私がかかって陽性だったら、私が、病院に隔離されますよね。その時猫の世話誰がするのっていうのと、その中でもし猫に移ってて、猫放置されて帰ってきたら死んでるとか、なんかそれを考えるとやっぱ不安になりました。一人で一応住んでるので。猫カップラーメン作れないもんね。そうなんですよ。差し入れされてもね。はい。だからもう本当に餌をね、山盛りにしてしけっても食べてみたいな感じで追いかけてしかないので。でもやっぱりその犬ももちろん出てませんでしたよ。みんな猫も犬もこう基本的には、本当に静かで、そのちょっと前にお買い物やっていけるようになって外に出た時とかも、十数年前のテトって旧正月の時ぐらいに人がいなかった、シーンとして空気もきれいで、なんかすごいまったりしてましたね。なんかこうホーチミンがそういう状況っていうのは全く想像できない、もうぐっちゃぐちゃなのが僕の印象だから。日本だとね、猫カフェってのがいっぱいあるんですよ。今ね、そこが大変みたいで、結局ほら営業できないとかお客が来ないっていうんで、まあ経営が立ち行かなくて、それでその猫カフェで猫いっぱい飼ってるわけじゃない、はいはい、それがもう何ともできなくて、うんうん、そのもらってくださいみたいなことになってるみたいよ。ね、でも猫カフェもね、もともとほら保護猫ちゃんとかの猫ハウスもあるしね、うん、大変ですね、うんうん、それでまあ猫ほらネットとかでね、うんうん、もらってくださいって、あ、じゃあうちもらうって言っても、うんうん、それがすごい遠いとこからだったりするわけですよ、ネットで募集してるから、そうですね、はいはい、そうそう、その移動ができないから、うんうんね、そういうこともあったりしてね、だからまだまだ日本はこれからだから、うんうん、あんまりだからちょっとそのベトナムの様子を聞いてね、はい、やっぱりちゃんとそっちへ向かいたいってベトナムの方向へなんか、うんうん、なんていうの、明かりが欲しいわけですよ、僕らとしてはね、はいはい、うん、だからまあ今ちょっとそういうお話いろいろ聞けてね、うん、なんか良かったなって思います。あ、良かったです、うんうん、なんかだってちょっとずれてるからその時間が。そうですね、だからその、はい、日本がその緊急事態宣言が出た4月6日だか7日だかの時にはもう結構そうやってベトナムはその第1波の、ね、っていうかね、第2波の終わりかがもう抜けつつあって、ね、はいね、だからずれてんですよね。そうですね、だからこう、うん、ちょっと見方を変えるとうん、私もやっぱり自分がロックダウンしてて暇だったんでやっぱ調べてたんですけども、うん、ある意味逆に言うと日本とも似てるところがあって、うん、最初そんなに強くなかったんです。ベトナムもその外に対しては強いんですね、そのうん、まあ、鎖国状態にするところまでは早かったんですけども、うん、やっぱ経済が回らないことはすごく死活問題なので、うん、その辺はゆるゆると結構してたんです。で、最後の最後でこの、まあ、15日間、まあ、延長してまあ22日間ですけども、ここをキュッと閉めたんですね。だから確かにそれ以前に多分お店閉めちゃったりとか倒産してるとかっていう話も聞きますけども、逆に言うとちょっとソフトにしてった中で最後の最後で締めた感じっていうのがちょっとあるんで、なんか日本もちょっと大変ですけど、ここでみんなちょっとね、その自粛に少し慣れつつあり、緩んだところで最後でちょっと厳しくしたら少し落ち着いていくのかなっていう感じは、なんかこう、まあ、素人意見ですけどもちょっと感じますね。うんね、なんかだからこれを聞いてくれた人が、うんうん、ちょっとね、そういう、まあ日本はね今すごい暗いニュースばっかりっていうか、うんうん、あれなんだけど、まあそうですね、やっぱりちょっとこうするとこうやってこういい方向へ向かうんだよみたいな話ってね、なんか届けらんないかなと思って、そしたら、うん、幸子さんから結構いいお話をいっぱい聞けてなんか良かった。うん、僕も安心しましたうん、私今回そのアパートロックダウンして思ったのが、うん、最初はうわー2週間って思ったんですよ、うんうん、でも意外ともうあと4日で終わりっていう感じになるんで、本当に多分人間の、その我慢できる期間っていうのが2週間ぐらいっていうのは一つのなんかこう生物学的にもあるのかなって思ったぐらいに、うん、最初はすごい長く感じるんですけど、過ごしていくと、うん、意外と2週間っていうのはあっという間で、あれもう終わりっていうと変ですけども、うん、なんかそういう感じなんで、なんかちょっとね皆さんねまあ、出たいとかいろいろね我慢しづらいかもしれない。2週間で意外とすぐなんで、ちょっと静かにしてれば終わっちゃうと思うんでうんうん、ね、なんか頑張ってもらいたいなって。私も早く日本帰りたいんでそうだよね、はい、今全然帰りようがないもんね。帰ってもいいんですけど、帰っても14日間、まあなんていうんですか、隔離しなきゃいけないじゃないですか、うん、日本でね、日本で、うん、で、そうするとやっぱり1ヶ月ぐらい滞在しなきゃいけない、うん、で、じゃあ今度戻ってこようと思ったらこっちにはビザがないと入れなくなる、うん、まあ、うん、ビザが発給されないので、うん、再入国ができないんですね。だから再入国できるところまで日本が回復してくれないとやっぱ帰れない、うん、飛行機は一応、まあ、高いですけど飛んではいるので、 JAL とか ANA を使えば個人でもまだ帰れるんですけども、うん、帰ったらもう戻れないので、うん、まあ、みんなそれでやっぱり日本人の方、特にまあ私の周りでは、うん、あと1年頑張んなきゃみたいな。そうだよね、うん、だってただその2週間棒に振るっていうのもね、すごいコストですよ ね、 もうね、そうです。だって万が一帰れたとして戻ってきてまた2週間こっちで多分隔離されるんですよ、うん、だから1ヶ月はさ、棒に振ると思って行ってこなきゃいけないっていう、そうだからよほどじゃないとやっぱりもう帰れないんで、うん、まあ実質帰れないですよね。そうだよね。うん、方法はあります、ね、方法はありますけども、うんうん、その気にならないよね。はい。でも旅行もね、お互い日本からも皆さん来れないし、私たちこうベトナム人もね、日本桜の季節はさ、日本ベトナム人でエアがいっぱいになるぐらいに旅行する方もいたね時期だったんですけど、うん、やっぱりもう無理ですね。うん。まあいつかね、私もまたこっちから出かけていって、ね、まあお目にかかりたいしね、はい、また何だったらちょっとやりたいしね、うん、そうですね、まあ今はしょうがないけど、うんうん、まあちょっとコロナの話は置いといて、はい、ちょっとまた行きたいっていう気持ちでなんかいろいろ聞いていこうかなと思うんですけど、はいはいはい、まあもう3年行ってないんでね。そうですね、3年行ってないと、はいはい、ホーチミンは多分別世界になっているんではないかと思うんですよ。そうですね。いや、うん、でも意外とここ3年ぐらいはそんな変わってないかもしれないです。あ、そうなんですか。変わったことといえばユニクロができましたユニクロね、はい、世界中にあるね、はい、ユニクロはね、はい、ユニクロができたりとか、うん、あと何ですかね、大きい変化はでもそれぐらいで、だってもう地下鉄の工事はまだ終わってないで、私ちょっと出てないんですけども、多分昨日ぐらいに1号駅みたいのが一応できましたみたいな報道はありましたけど、多分その街中の工事は別に終わってなくて、全然通れないなんていうんですか、工事中で。地下鉄まだできないんだ。できないですねなんかできるってね、だって3年前もやってたもんね。そうですね、はい、うん、だいたい2年ずつぐらい伸びてってますねあ2年ずつ伸びるってすごいねはい、もうなんかホーチミンはちょっと資金的な問題もあるみたいで、ちょっと止まってたりもするみたいですけど、多分その市内は地下なんですけど、市外に出ると高架になるですね、はいはいはい、で、そっちの方はだいぶできているんで、なんか一時期その外だけ走らせようって話もあって、試運転とか多分知ってるかもしれないんですけど、でもその今回コロナで結構納入できないみたいですね、電車自体を日本から。そういうのもね、止まっちゃうよね、はい、止まってるみたいで、結局どこも動いてないですね、さっきねちらっとグラブの話出たんですけど、うんうん、はいはい、僕3年前行った時まだウーバーあったんですよね。はいはい、ウーバーは2年ぐらい前になくなりました、うん、そうだよね、はい、まあ合併したって形になるんだ、まあそうですね、はいはい、ね、だから僕はね前行った時はね、うん、ウーバー乗ってたんですよ。そうですよね、空港からも、はい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 、普通にすごい便利で安いしさ。そうですね、すごい良かった、うん、でなんかさ、グラブ一応グラブもアプリ入ってて、はい、チラチラって見たら、はい、もうすごい多機能アプリになっててびっくりしたんですよ。そうですね、すごいですね、うん、これをね、特にいやバイクと車呼ぶだけだったんですよ僕の時は。あ、そうです、あの頃はそうですね、うん、はい、うん、でその後にデリバリーができたんですね、うん、要するに、うん、なんていうんですか、日本のバイク便みたいな感じで書類だったりとか、うん、ちょっとした荷物をお友達に届けるみたいなのができて、うん、でその後に、何ができたかな、まずプリペイドになったモカっていう、うん、要するにペイペイみたいなやつですかね、日本でいうと。私も日本で使ってないんで何とも言えないんですけども、うんうん、なんか多分そのお店でそのお金として使える。そう、なんかバーコード読み込んで払えるみたいなやつと合併っていうか、それとジョイントしたんですね、うんうん、なので例えば今だったら私はその、グラブに、銀行口座からチャージをして、うん、そうすると、うん、まあ、グラブはその、まあ、キャッシュレスで使えるっていうんですか、うん、今までだったら降りる時にお金払ってて、うん、で Uber とかは日本のクレジットカードとか使いたいじゃないですか、うんうん、でも今はちょっとグラブは海外のキャッシュ、クレジットカードが使えないみたいなんですね。あ、そうなんだ。じゃあ僕使えないんだな、きっと。うん、でも、うん、ちょっとこれがよくわからなくって、うん、使う方法がありますとかブログで書いてる方もいらっしゃったりとか、でもこれもしょっちゅうそのシステムが変わるんで、うん、今できないだけかもしれないです。で、特に今そのちょっとコロナのやつで、すごいいろいろ変わってて、今回増えたのが、うん、そのまあ、もちろんフードデリバリーももちろんありますし、うん、あとマートっていうそのなんていうんですかね、お買い物代行みたいな。あ、それはあれですか、いわゆる、グラブやってるバイクのお兄ちゃんがみんなやってくれる。そうですそうです。で多分、私は言葉が無理だしベトナムスーパーを熟知してないんであれですけども、ベトナム人の方は多分スーパーに電話をして、例えばトマト3つときゅうり3本と玉ねぎ1袋ねとかって言って予約すると、それをグラブが取りに行ってお金を立て替え払いして運んでくれるっていうサービスもあるみたいで、だから今回のそのコロナの時もスーパーもできるだけ来ないで電話でオーダーしてくださいと、で例えば配送料はサービスしますので来ないでくださいと、なんかそういうのも結構やってたんで、多分ベトナム人の方はそれを結構使ってらっしゃる。で私なんかだとそれできないんでマートっていうので選ぶと、決まったものしかないんですけども、油だったりとかそのトイレットペーパーだったりとか、そのメーカーは選べない極論で言うと、例えば日本人だからこれ使いたいとかあったじゃないですか、それは選べなくて一般的なものになっちゃうんですけども、最低限その生活に必要なものはそれで買えたりとか、あと私が最近気づいたのが、そのプリペイドっていうその携帯電話がチャージ式なんですね、私のやつ契約が。で前はコンビニに行って例えば10万ドル分くださいって言ってカードもらって番号を入れてたんですけど、それがこのアプリでできるんですよ。あ、このグラブ経由で払えるみたいなんですか。はい、あ、いいねそれ。私もね、ホーチミンにいた時の携帯の料金はそのやつやってたんですよ。現地のSIM買って、それでなかなか面倒くさいんですよね。面倒くさいですよね。でアナウンスが電話かけた先のアナウンスがベトナム語だからわけわかんないし、で戻ってきた SNS も全然わかんないし。そうですよね。であとグラブは賢いっていうかあれなのが、メッセージが自動翻訳で英語で来るんですよ。ああ、それはいいね。大体わかるもんね、それでね。そうですね。だから私も、大体決まったことしか来ないんで、あれですけども、でたまに電話かけてくるドライバーいるんですけど、私ももうメモにメッセージにしてくださいっていうのをコピーしといてそれいつも送ってそうするとメッセージで来ると、英語なんで大体のことはわかるので、だいぶ便利ですね。いやだから結構ベトナム行くと、こっちの方が便利じゃねえか日本よりっていうの結構あるんだよね。最近日本もねペイペイとかはもうタクシーも呼べたりするけど、値段もあるからな、安く呼べるっていうのがすごくいいなって、羨ましくなっちゃうっていうのもあるけどね。でも結局他にもあと5ビットとかB とか今少しずつの同じような。増えてはいるんですね。ただ競争してるわけね。そうですそうです。でもほぼほぼグラブがもちろん強いで、他はだから安くするしかないじゃないですか。ちょっと安いんですけども、やっぱその登録台数が少ないんでなかなか来なかったりとか、だから時間がある時はそっちで呼んでみようとかって感じでみんな使ってるみたいですけど、もう私なんかになるとその普段使わないので、使う時って雨が降るとか、そのお友達が日本から来てて車を使うとかっていう時しか基本的に使わないんで、時間ちょっとその切羽詰まってるじゃないですけど、そんなのんびりはしてないんで、やっぱグラブの一択になっちゃうんですけど、いや前回3年前行った時ももともとタクシー安いって思ってたけど、それに輪をかけてグラブとかウーバーとか安いじゃない。いや何これってこんなに走ってるのにっていう、ドンムアン空港から、ドンムアン空港じゃねえや、なんだっけタンソニアットから、街中までこんだけ走ってこれでいいのっていうような。そうですね、安いと500円かかるかかんないかですもんね。いやそんなもんですよね。タクシーだと多分700〜800円かかるぐらいですけど、それでも安いですけどね。だから私が初めてベトナムに行ったのが多分15年ぐらい前なんです。でその頃だいたい1万ドンで80円ぐらいレートで。今50円ぐらいですよね。そうですね。だいたい2万ドン22,000ドルで100円ぐらいなので、うんうんうん、ですよね、はい、でも物価も上がってるんだよね。物価は上がってますね、うん、例えばね、街中でフォーを1杯食べるといくらぐらいするんだっけ、はいはい、今もう街中だと300円ぐらいはしますね。あ、そう、あ、じゃあ相当するね。はい、7万ドンクラスですね。すごいね。あ、そうか、だからレートが下がってね、はい、僕らとしてはあれと思うんだけど、その分、うん、それ以上に物価が上がってますね。そうですね、ちょっとやっぱり家賃の高騰が、うん、多分ここ10年ぐらい激しいので、うんうん、まあ、それの影響もあるんだとは思いますけど、うん、毎年50円ずつぐらい上がっていく感じです。例えばそのポーだったら、ああ、それはでかい、結構大きいね。だから本当に私が来始めた、こっちにお店作り始めた2000年当時、20年ぐらい前ですけど、ポーはだいたい5000ドンだったので、20円とかだったわけですよね、30円。だからもう10倍にはなってます。まあ、本当にそれはローカルで、今私が街中で食べられるって言っても、外国人が旅行できて食べるような、一応お店があるようなところで言うと、7万ドンぐらいしますから、やっぱり300円ちょっとするかなって感じですね。やっぱり結構上がってますね、それはね。出ますね。だいぶ上がってます。時ってポーって、まあ、街中はちょっとやっぱり高かったけど、うんうん、2万ドンなんてしなかったと思うからな、多分、多分1万何千ドンで結構モリモリのやつ、いろいろ入ってるやつっていう感じ、はいはい、だ今でも多分、うん、ちょっとローカル1区じゃなくて、うん、ローカルの方に行けばサイゴン市内でも、うん、多分2万ドンぐらいでは食べられます、うん、なるほどね。ほんの1年前、私ちょうど去年、あ、1年前くらいか、いやそんな経ってない、半年前ぐらいまでちょっと別のとこ住んでたんですけど、うん、そこの近くで、サイゴン駅の近くだったんですね、前住んでたところっていうのは、うん、まあ、ちょっと町のちょっと外れの方ですけど、うん、そこでフォーがやっぱり25,000ドンぐらいだったので、うん、家の近くだと、うん、だからまあ100円ぐらいで食べられてはいるので、うん、ただ本当にその中心地に来て、うん、屋根があってみたいなお店に入ると、うん、75,000円、3倍ぐらいするので、うん、でもそれをね、要するにいわゆるホワイトカラーっていうんですか、うん、OL さんとか、うん、そういう人たちはそういうところで食べますから、ね。いいよね、それはね。だから安いとこもあるって、で、美味しかったりするでしょ。そうです、そうです。安くても美味しいとこもあるし、うん、まあ、昔から高いけどすごい美味しいところとかもありますし、うん、まあ、それはもういろいろなんで、うん、まあ、何を選ぶかはあるんですね、うんうん、そういうの探して歩くのが面白いんだよね、またね。そうですね、結構外れが多いんですよ、うん、そうそうそう、外れを楽しめないと多分やっていけないんだけど、はい、やっぱり日本は割合平均値がこう高くて、で、だけどやっぱり安くてうわおみたいな店を探すのはすごい難しいですよね、うんうんうん、なんか80点ぐらいの感じはいっぱいあっても、はいはい、もう涙出ちゃう、安いのにこんなにっていうのがあんまりなくて、だからそういうのもベトナム行く楽しみの一つではあるんですよね。そしてお腹を壊したりなんかするのも、はい、3年前もやったからな。ねえ、でも本当に私も今まで2回ぐらいちょっとひどい時あったんですけど、体調が結構左右しますね。そうですよね。疲れている時は本当に、うん、大したことない、火通ってるよねって思っても、うん、当たる時は当たるんですよね、うん、だからね、後半が危ないんですよ、僕、ね、やっぱり旅で行く場合はね、はい、それでそれこそ行きたてっていうか着いたさなかすぐはね、うん、気をつけてるし、まずいきなり屋台とか行かないし、でやっぱりこう後半ちょっと疲れてきながらね、うん、だんだん体力も落ちてくるのかな、はい、なんかそんな気がしますけどね。そうですね、うん、でそうなった時になんか、うん、おかしくなるっていうか、はい、変なもんも食べちゃうんですよ。やっぱ後半来るともういいかなと思って我慢できなくなってくるんでね。はいはいはい、うんうん、それはありますね。難しいとこですね。当たる時はね、本当に葉っぱについてる水で当たりますからね。うんうんうん、まあそういう話してると本当行きたくなっちゃうんでまあでもいいな、でも本当にこういう騒ぎが終わって私も着いたらまたぜひぜひおちみ行きたいので、その時はまた一つよろしくお願いします。はい、いや、いろいろちょっと予定オーバーしてずいぶん喋っちゃったけど、はい、なんとかまとめて、はい、ポッドキャストにしますんで、よかったら聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。ホーチミンから幸子さんでございました。はい、またです。どうも。はい、失礼します。いかがでしたでしょうか。このうちにいろ世界とつながれでは、私とおしゃべりしてくれる世界中の皆さんをゆるく募集しております。我こそはという方はもちろん、妹さんのことを本人に内緒で推薦いただいても構いませんので、私までご一報ください。このポッドキャストをアンカーにてお聞きの方は、私にボイスメッセージを送ることもできます。その他メールや SNS のメッセージにてご感想いただけると嬉しいです。それでは次回のステイホームポッドキャスト、どうぞお楽しみに。